はい、からい今日のゲストは株式会社就職課代表取締役でいらっしゃいます内田正明さんです、はい、さてあの人脈力なんですけれども、はい、これはみんな作りたいんです僕も作りたいんですはい僕も作りたいですで具体的な事例をねここでちょっと今日はご披露いただきたいんですが、はい、誰かいませんかね例えば,例えば、えー、東国原知事とかきましたね旬なところで <laughs> ちょっと旬かなね<え>はい。これ今ねなかなかあのー、ねえ 宮崎を盛り上げるためにってことでテレビとかには出てますがかなりお忙しいそう、ね、我々みたいな人間がですよ <laughs> 普通にアプローチしてもなかなかこうれ,れませんそうですねどうやったんですかでこれもですね,ね私も実はお会いしたことないんです、はい、ないんですよねはい間に何人もの方が入っていただいて、はい、紹介という形になったんですが元々私がお願いしたのが今から5年ぐらい前から 仕事でで関係がある人がいたんですよね<ー>結構僕の方がちょっとお世話をしたなとで彼がですね、はい、あの今度またお世話になってる芸能プロダクションの方がいますてはいはいその方に話をしていただいて、はい、そこから大森歌右衛門さんとパートナー,ーパートナーに行ってそこから東国原知事とあ<ー>いう形で実現して、えー、宮崎まで行ってインタビューをして で学生新聞の表紙になりますすごいですねですから人脈って私が直接知ってるかどうかだけではなくて、うん、間にお世話になってる人とかいろんな方が入って結果的につながれば自分の人脈だと思っていいんじゃないでしょうかね、うんうんうん、それをアプローチしてからどれぐらいの期間で実は3か月ぐらいですか、ね、ああやっぱり3か月かかるんですね、はい、かかりました 中身がないと喋るだけじゃダメでそうなんですよインプットとアウトプット両方やってるんですよでも皆さんはアウトプットのところしか見てないと思うんですが今おっしゃったことは事実ですねですねいや本当に頭いい方ですよねインプットとアウトプット本当両方ないとダメだと思いますやっぱりね続かなくなっちゃいますよねそうなんですすぐバレちゃうバレちゃうボロが出ちゃうつまんないじゃんとそうですよね彼ではやっぱり勉強してますんでね どん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 やはり入れる情報があるからアウトプットの時もいいことが言えるわけですね中身のあることがそうかやっぱり人脈っていうのはそう考えると時間がかかるしあと直接的に知らなくてもやはりこう手繰り寄せていくというそうですそうですもういろんな人にもお願いして皆さんのおかげですっていうそれだけですあとこれ僕の感じなんですが内田さんのお話聞いてると絶対に会えると思ってるような気がするんですけど初めから それはちょっと思ってます、ね、思ってるでしょう、はい、なぜかというと、ええ、相手は人間で心がありますどういうセリフであれば動いてくれるのかもしくは誰からのアプローチであれば動いてくれるのかそれをうしますと今、ええ、株式会社就職課は学生さんの就職のお手伝い金、はい、業さんの採用のお手伝いをしでで、えー、ご自身としては、はいえー、本をいろいろ書きながらまあこれも会社の知名度をアップしたい、ええええ これだけなんですまだ作って3年と10か月の会社なんでそうですよね誰も知らないで広告宣伝のお金もない、はい、本というのはもうすごい宣伝効果が大きいんで、はい、それだけですあの社長さんとして伺いたいんですがこれからどういう会社を目指してるんでしょう、はい、僕は大学生全ての就職家になりたいなとうもうもっと言うと就職活動だけじゃなくて もう社会に出てからも困ったら相談来いと、うん、もう兄貴的な、うん、そんな会社、うん、でもボランティアじゃないんで、うん、企業さんからある一定のお金だけはいただきますけど、うん、なんせこう若者、大学生が喜んでくれないとやってる意味がないなと、うん、まあそういうい感じですねでもあれですよね学生時代に就職家で、まあ、就職家というかこの法人としての就職家にお世話になれば。はい 今度社会に出てから転職の時とかあるいは行き詰まった時にあああの時お世話になった就職家だからっていういそうなんですよそこですよね僕もね学校やってる気分ですああ<ー>学校法人就職家っていう気分ですうん愛情を持って 優ししくく厳鍛えてます中に入れてくれって学生もいるんじゃないですかまあそういう学生いますけどそれをあんまりやっちゃうとクランツさんからですねいい学生だけ自分の会社入れて何やってんだとはいはいはいないということはあれですねやはり人に関わる仕事で事業を伸ばしていきたいっていうのがコンセプトですねそうです事業を伸ばすというより結果的に伸びてほしいなとなるほど はい、もう不動産とかお弁当とか<あ>新規事業とかやらないあ新規事業やらないですやらないですか大学生が喜ぶ場を提供できるのであればやります、はいはい、ああじゃあもうそういう事業の物差しを持ってるわけですねです 2>,、まあ、2週間お話を伺って銀行マンらしくない、ねはい、あそうですねちさんですねはいホントにあのアイデアも発想もユニークですしです、はい、好きです、えー、行動力もあるし自信もあるし ぜひご活躍をお祈りしたいと思うんですが毎回ゲストの方に座右の銘を伺ってるんですよ座右の銘はいそんな株式会社就職課の社長の内田さんはどんな座右の銘をお持ちなんでしょうえっと2つありまして1つが人生やったもん勝ちととにかくアクション起こそうと迷ったら進もうと勇気を出そうとこれが人生やったもん勝ち でもう1個が、えー、出会いは人生を加速させると加速させるそうです普通にあの生きててもいいんですけどもっと早く進むとかもっと密度濃く人生を生きるんだったら人脈っていうのは特急圏ですよとういうことを自分肌で感じたんでうんなんかもう関わる人全てに伝えたいなと特急圏みんな手に入れようよとこの2つですなるほど、はい 人生やったもん勝ち。出会いは人生を加速させる。加速させる。はい。やはりこの二つが、内田さんそのものですね。その通りに生きてきましたね。その通り。座右の銘ってそういうことですね。そういうことですね。これからでもどんな人生送られるんですかね。いや、もう誰もわかりません。私もわかんない。もうその場で生きてますから。そうですか。ぜひ頑張っていただければと思います。はい。さて、もう一度ちょっと復習を今日はさせていただきたいと思います。えー。 市田さんの著書これ今人気でございますが「企業力入門」はい、これはあの社会人の方でも学生の方でもあるいは若者をお子様として持っている親御さんでもいいと思うんですけれども、えー、これはね人生の生き方。はい 自信を持って生きられる方法が載ってますのでぜひ、はいえー、これは「ゴマブックス」の方から出ております、はい、あと今日ご紹介したその人脈力っていうのもねこれ非常に大切でございまして信じれば絶対に会えるという,そ,うそのノウハウが入っているこの図解人脈力の作り方 これは講談社さんの方から発売になっておりますので、ぜひお買い求めいただいて、自信ありますから、ということで、ぜひお買い求めいただければと思います、あとぜひ、就職課のホームページも一度アクセスしていただくと、面白いですよね、検索で就職、毎日動画更新してます、あそうの就職課、社長も出られる私が動画に話してます、昨日はこうだったと。 よろしくお願いします本当にあの二週間にわたり貴重なお話、はい、ありがとうございましたありがとうございます毎週ご案内しておりますが i からトップページの下に赤いポストのマークがございますのでそこをクリックしてくださいこの番組へのご意見ご感想などメールすることができますメールの方もお待ちしております、えー、ぜひ企業力運用も読んでこうだったよみたいな、はい、あ感想があれば欲しいですね <laughs> えー、メールをいただければ、はい、あと思います、えー。そしたら私があのじゃさんのサインかなんかを引き出しでプレゼントさせていただきたいいます。どんどんプレゼントしてもいいですよ。ああそうですか。はいあ。よしですか。はい、じゃあ最後今日あの20冊ずつプレゼントして。20冊ずつ。はい ぜひ赤いポストをクリックしていただきますとこれ20冊ずつ急サインしてプレゼントいただけることになりましたのでぜひメールのお寄せくださいよろしくお願いします本当すいませんずずずンをお願いしますああそうですよね急きょにずずしくねそんなわけでありがとうございましたお願いしますそれでは次回も三3月の末になりますが3月28日の夕方この番組でお会いいたしましょうあ